それでは、あなたのお名前、教えてくださーいあ、小小豆、マリンでーすペ <laughs> コちゃんと、お泊りしたいな <laughs> マリンのお家で、お泊りしたいなイケイケゴーゴあれ <laughs>、あなた、あれ、あなたは、あれ、あずき様っぽい方だけどもあなた、宝章マリンさんで間違いないですかはい、小小豆、マリンでーす小 <laughs> 小豆に ぺコちゃんとお泊りしたいな <laughs> あ、あなたの相談内容はお,お泊りですぺコラとうん、マリンの家のお布団新しいシーツに変えたよ、ぺコちゃん <laughs> 綺麗だからねいやでも今のマリンの声めっちゃ可愛いの。ありがとう、こういうのが好きなんだなって思って攻略本を更新したよ <laughs> 攻略…いや攻略… <laughs> 大丈夫、マリンの攻略本だよ おと、おと泊まりか、おと泊まりうん、お布団で一緒に寝たいなねえ、ああ、お泊りか泊りか、りかあのね、<お>マリンね、はいはい、今ね、食堂にね、海洋ができてるの <laughs> い,やいや、笑い事じゃない笑い事じゃないや<笑>,笑い事じゃないけど <laughs> X、見たよえだ、大丈夫なのそれ食堂に海洋ができて心配だよねいや、心配だし、え、でも痛みはなくなったの

死なないかなうん死なないし大丈夫だし、うん、お前その約束の仕方最低だぞマジ一番なんか、うん、死ぬ前にちょっと一回でもお通りしたいみたいないやでもさぶっちゃけさマニーとペコオラっ家近いんやうん、うん、近いん別々で良くなっていうあの遊んでかえ、うん、帰れる距離やんっていううんえ、うん、でも一晩中語り明かしたいなあまあ朝またけゃいいねほら前みたいにさ、うん、スマープみたいに朝まで話してさであの解散みたいな感じでいいやん、うん <laughs> ななんで意地でも布団に入りたくないのかな。<laughs> <や>なんで。いやあのいやべ,べっこコがいいなっていうなんで。なんで。<laughs> なんでない。ゲッサーピン刺すぞ。<笑><笑>ねえあずちゃんになればなんかペコロが断らないみたいなわけじゃないよぶっちゃけ。脳天にぶち刺してやろうか。脳 <laughs> 天でゲッサーしてやろうか。<laughs> いやいやこ怖いんだけどいやむ,むしろなんでじゃあそんなにあれでしょうあんたネタでさあの。 うん、お泊りしたお泊りしたいって言ってるわけやんうんぶっちゃけさうんいいやん止まらなくてってよい,いやでもねやっぱしおんたんもね、うん、マリンと同じ布団で寝てたはずがね朝になったらソファーに移動してたの、うん、ええ、あんたやったんじゃないのなんか <laughs> 悪いこと <laughs> やってない違う後から聞いたらしおんたんは、うん、このマリンがそのなんか物音が立つと起きちゃうかもしれないからって気を使ってソファーに 言ったって言ってたけどさ絶対嘘だよそれえシオンちゃんが気使ってあんたがそれ何だろうえいつも寝てる時で抱き枕とかあるのだ、え、ないけどあ、でも布団を抱いてるいやあんたそれシオンちゃんにやったね完全にこれ抱いたかこれもしかしてワンちゃんちょっと腕回して胸とかの方に手いっちゃったみたいなパターンじゃないのそ、そんなことだってシオンちゃん大人だよマジで多分気使っちゃって

語りあってそうですよあ、そうだ、前後だと忘れた、ええ、<あ>の <laughs>、えっと、ウサペコラはぜひ、えっと、ねマリンさんとペコラがお泊りしてほしいなっていう気持ちもありつつも、まあまだ、はい、あのペコラさんのちょっとあの気持ちマインドが、はい、ちょっとお泊りは怖いっていう感じになってるのかなっていうふうに思いましてぜひ<あ>朝まで<い>あの語り明かしてもらえて、まあ、そこからなのかなと。 じゃあその時何もなかったら信じてくれますか？全行程ウーサーペコラー女神様信じていただけますか？そうです。であ,あ、ね、行くのやめようかな明日。えらいとやめてやめてよ。もやる気なくなってきたわ。<laughs> そ,うそうです行きましょう。そう,うお問いしましょう。そ,うそしたらお問い合わね。当たり前じゃないですか。お問い合わせね。 めてあのいつもね、あのうさだぺこ言いておりました、マリンさんがいれば、もうどんなこともできるということで言っておりましたので、ぜひ明日もごひいきで一緒にしょうよ盛り上げていただけたらなと思うので、あのぜひともね、ええ、あ,あのお泊まり、成功、命がきますので。じゃねえか <laughs>